田名倉町立図書館は、福島県東白川郡田名倉町の公共図書館である。1979年1月19日に、福島県内初の町立図書館として開館した。2013年7月1日には、岩木田名倉駅前に新築移転した。2006年当時の蔵書数は約4万8000点。新築移転後の2014年の時点では、約6万点とされる。 1979年1月19日に、それまで公民館が所蔵していた約3000冊と、福島県立図書館から導入された約5000冊の蔵書を揃え、福島県内初の町立図書館として、田倉城跡の公民館の林地に開館した。1981年には、町域内の周辺部にある地区の一般家庭に、小さなと書館巡回文庫を設置し、 地域住民が使用できる体制を取り始めた。各地区に置かれる蔵書は2ヶ月ごとに入れ替えられ、常時100冊から150冊程度が配置されており、2004年度における巡回文庫の貸し出し実績は全地区合計で3000冊超であった。2011年3月11日の東日本大震災では隣地にあった公民館が被災し、取り壊しを余儀なくされた。 それ以前から閲覧スペースの充実を求める利用者の声があったこともあり公民館としての機能を合わせ持った新図書館の建設が震災直後から構想され2013年7月1日に岩北名倉駅前に新たな町立図書館が開館した。ありがとうございます。